はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、とりあえずネタがないんで、あるんですけど、編集がね、まだ終わってなくて、特段アップできる動画がないんで、プレゼント企画の事後報告ですね。こんな感じでもうそれぞれ梱包された状態で発送を待つばかりっていう状態です。まあステッカーもねこんな感じになってますんで、こんな感じで表面傷がつかないようにね、内側向けて送ると思います。これは普通郵便ですけどね。まあなんでとりあえずはこれです。プレゼント企画終わりましたという感じですね。なんでまあ特段目新しいこともないんだけど、あとプレゼント企画の抽選の動画をまだ見てもらってない方もいると思うんでね、当選者の中で。なんで個別に当選の連絡はしてるんですけど、コメント などでね判断できた方に関しては、ただまだ当選結果見てない人もいると思うんで、そういった方にはまだね返信のメールを送ってないんで、まあおいおいって感じかな。まあリアクションがない人でも見てる人もいると思うんでね、まあその辺はさじ加減でもう1日ぐらい待ってメールは送ろうと思いますけどね。そんな感じです。でこのカスタム7日証明書なんですけど、僕がねちょっとあれ A4 サイズで作っちゃったんですよ。でね、だいたい A4 サイズに収まるトイガンの箱ってないじゃないですか。折らなきゃ入れられないんで、これまあ別口で送ります。普通郵便で、カスタム7日証明書についてはね、ブラックホークについてはこれ同梱できるんで折らなくてもね。その他のこのまあ Python と25オートとポリスピストルについては別口で送りますんでね、まあ、ステッカー1枚入ってますんで、こんな感じでやらせてもらおうかなというところです。まあ今回ねこのトイガンは4つだし、まあ、ステッカーも含めて5種類だったけど、プレゼント企画はねまた企画していくんで、それこそ僕が手を入れたトイガンとか、塗装したトイガンとかね、まだまだあるんでね、やっていこうと。で僕は極力当たってほしいんですよ、ね、熱心にチャンネルを見てくださってる方に当たってほしいなっていう気持ちがあって、わざわざ大々的には宣伝しない、しかも動画のタイトルもちょっと分かんないようにして公開しちゃうんでね、なんだよエントリーできなかったよって人もいるかもしれないですけど、まあその辺は端からずご了承願いますっていうところなんですけどね。まあまたやります。大体ね春のがん祭りと秋のがん祭りと年末年始ぐらい、その辺がねプレゼント企画とか無料配布の企画大体やる時期で、まあやらないこともありますけど、なんでねその辺でサムネも凝ってないと、でなんか変なタイトルついてると雑談だと、その辺の方はちょっとチェックしてもらうと、もしかしたらプレゼント企画の告知かもしれませんっていう感じですかね。そんな感じです。で今はねそうだな、このマルシンのディープブラックのコルトガバメントかグリップは適当に塗って組み上がったんでね。で各部視野の調整とか初めにやらなくていい個体もあるけど、なかなかうまく動かなかったりするんですよ、特にガバメントのマルシンの組み立てキット。なんでねこれ視野周りとエキストラクターやってないか、であとメッキのモデルでちょっと組みにくい部分とか軽く調整しながら組んだ動画を今編集中かな。あと MP40 の組み立て工程とか分解工程とかね、この間発火させてる、そういうのを今一生懸命編集してる最中なんで、もうちょっとそういう動画待ってくださいっていうところですかね。このガバはね数日中に発火させてみようかなと思ってます。だいぶねスムーズに動くように組み上がったんでね、スライドもすごく軽く動くし、トリガーもきっちり調子いいし、ハーフコックではきっちりね、フルコックでね、なんでだいぶうまく組めたと思うんでね、こんな風に組むコツなんかも動画にできればなとは思ってます。こんな近況の報告かな。これはね爆音プラグも準備したんで、
これもなんか前動画したかもしれないね。前動画にしちゃってるような気もするけど、まあいいや。まあ普通のプラグと爆音プラグでね、音量の比較とかもやってみようと思うし、まあおいおいです。今日はねちょっと身になる動画がなくて申し訳ないですが、こんな近況の報告ですよということで動画を終わりにしようと思います。おしまいです。また別な動画で会いましょう。打つべし、打つべし、打つべし。届いたら打ってください。